穴蔵です。 YouTube ショートってハマりませんか？去年ぐらいからですかね、ぼちぼち YouTube ショートをね見る割合が増えてきたんですね。まあ淡々とね飛ばしながらねバンバン見れるっていうのはねいいですよね。ただね1分ぐらいの動画なんですがね、数見るとね結構時間過ぎちゃったり、ショートの方もねまあ1分から3分ぐらいにね変更っていう話も出てますけどね、結構なねシェアを取っていくんじゃないかと思いますよ。まあ30分とか何十分とかそういうロングのやつはねよっぽどのものじゃない限りね見られなくなっていくんじゃないですかね。まあ YouTube の方としてはね長くていい動画を求めてますが、ショートあたりをねぐいぐい押してるとこ見るとね単純にそうではないなと思いますね。まあですからね自分もねショート専用のチャンネルをねこのメンタル系にこだわらずね作っていきたいと思いますよ。これはそんな難しいことじゃないんでね。そしたらこっちと紐付けしますんで、でショートの利用っていうのはねこのチャンネルでも少し使ってもいいかなと思ってますね。ここと紐付けしないチャンネルはねちょっと大きくしたいんで、まあそのうち上げていきますけど、まあですからね3つのチャンネルを持ちたいんですね。ここがメインでねぼちぼちやって、でショートでね登録者ガツガツ増やす方向でねやっていきたいですよ。で3つ目のチャンネルはねこれはがっちりね作っていきたいですね。まあショートもねがっちり作りますけどね、まあですから週に1本ぐらいずつできたらいいなと思ってますね。こっちは2日に1遍ぐらいのペースになるかもしれませんけども、まあ自分のね素を出せる一番のチャンネルですんでね、一番大切っちゃ大切ですね。まあこれまでねやってきたし、なかなかね大変な YouTube ではありますけどね、まあいつも話してますけどね、自分みたいな今のチャンネルっていうのはねいろんなジャンルやっちゃうといろんな視聴者が来ちゃうんで、おすすめっていうかね広まりにくいね性質を持ってるんですよ。それはそれでねいいと思ってやってますんで、まあ優遇されるようなねチャンネルではないことは確かですね。病気のことをやってるとねどうしても好まれないんですよ。で今日の体調はですね、この曇りでねどんよりした陽気にもかかわらずね、まずまずですね昨日おとといはね結構きつかったですね。昨日なんか帰ってからですねもう汗が滴ってまして、タラ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 水をちょっとね補充しなきゃいけないんでね、そうすると一気に来てましたね。まあそれに比べればね今日はねちょっと風もあるしね、気温もね、昨日より低いでしょう。そんな感じでねなんとかねぼちぼち過ごせました。ありがとうございました。穴蔵でした。